はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラクエモンスターズ3のスライム編上級パート、やっていきたいと思います。ちょっとね、風邪ひいて、まあインフルとかではなかったんですけど、風邪ひいてね、喉と鼻をやられて声が出なかったのでだいぶ空いてしまって、もう全然覚えてないんだけど、はぐれメタルとゴッドライダーとスライムファングとベホマズンスライムがいて、まあ、多分ファングアタッカーだよね。で、ゴッドライダーは進化させようとしてんのかな。スライムベホマズンは完全な回復役かな。超回復 SP あるんで、ベホマラーまで覚えさせてあるのか。ザオリクまでいけるかな。てか、ベホマズンまでいけんな、これ。まあいいや、ちょっと置いとこう。で、下のスタンバイモンスターももうわからん。ちょ、モンスター見よう。おはよう。配合で、あ、溶岩魔人と氷河魔人がいるか、なんかゴールデンゴーレム作ろうとしてたんだっけ。なんか本当忘れたわ。あ、ゴールデンゴーレムいけんな。で、ゴールデンゴーレムとゴッドライダーくっつけんだっけ。なんか配合とかもやってないから全然覚えとらん。まあいいや、もうちょっとレベルを上げておきましょう。あれ、宝箱がある。ここアップデ入った。知らぬ間にアップデが入ったのかな。スキルの種、あ、蝶の方か。蝶スキルの種を3つ手に入れて、で、上級をやっていきましょうということなので、出て煉獄峠上級か。ちょっと戦闘を行っていこう。こいつとりあえず石炭スライム、うちらのパーティーの力を知っておきたい。あ、闇の息で、グランドクロスで、こいつはアタッカーだから殴るはずだよね。でイオナズン、まっこんな感じか。ようわからん。さあ、そして竜の首ですね。まあ、ここもちょっとめんどくさいんで、まあ、ぶっちゃけ攻略サイト見ながらやっていきます。とりあえず小さなメダルだけは回収しておくか。なんか集めてたか集めてなかったかすら覚えてないけど。で、アンドレアル3兄弟と戦闘だけど、こいつはどうしよう。闇の息、あ、息吸い込んどるとかいいな。で、ゴッドライダーは、あ、バイキルト、ちょっと待って、道具バイキルミーをファングにかけるでしょ。で、ゴッドライダーそのままでいっか。ベホマズンもまあそのままお任せでいいや。で、吸い込んで、激しい炎がどんくらい食らう。回復してるし。で、まあ200投でしょ。マグマ、あ、結構食らうは食らうよな。ハッスルダウンスかい。300、まあまあまあ悪くはないな。じゃあこのまま押す感じでいくか。バーハ、じゃバーハ貼っとこう。なんとなくファングで、これを闇の息300、よし。2000連戦だから、うわ、メラゾーマ、さすが強い。ザオラル生き返ってくれ。生き返らない、ダブルザオラル生き返った。ベホイムで、そうだよね、回復だよね。ベホマズ覚えさせた方が良かったかな。で、ファングが減ってるんで、これはちょっと特約で回復させちゃおう。このターンで終わりにしたい。で、ドラゴンギー2000名、まあいけるっしょ。よし、はぐれメタルレベルアップしたな。これで3人全開してるからいけるいける。で、ルタガルーダ、まあ、まずやることは一緒で、バイキルミンかけて、バイキルミンかけて、やっぱ吸い込んどこう。一回吸い込んどこう。
マジックパー節約のために。あ、逆風使ってきた。最悪だ。ベホマズ、こいつベホマズ覚えてんのか。マジックパーめちゃくちゃ食うな。290。魔人斬り好きだよな。これなんかアップデートとかで直してほしいな。ってか封印安定なんだけど、封印させんの忘れたな。だってイオナズンで普通にダメージを与えてほしかったけど、ちょっとハゲルメタルやばい、やることがない。これ攻撃とかしたら一気吸い込むなくなっちゃうのかな。今逆風状態ってどうなんだろうな。一旦で終わるのか、それとも返すまでずっと残ってんのか。今のところパングのぶん殴りが一番の火力だな。ちょっとそのまま戦ってみよう。ああ、会心の一撃出た。灼熱強っ。あ、逆風一ターンで切れるっぽいな。なんとなくだけど、1、2ターンかな。そのターンだけってことはないか。ちょっと、ベホーズン使ってっから、マジックパーがなくなってきた。エルフはちょっと貴重だから賢者だな。ゴッドライダー。90か、メラゾーマ。これ食らうんだよな。200。ちょっとスライムベホマス、なんかあんまり回復役として機能してない。マジン斬りとか7弱いし。灼熱でもこれはもうベホマズンでほぼほぼ持っていけるでしょう。あとマジックパーだな。そろそろこっち倒しても良さそうな気はするんだけど。あ、なんか切れてる。バイキルミンがこれを。ハグレメタルが全然機能してないからね今。ちょっとイオグランデも覚えさせておくべきだったな。なんでオッケー。まあまあまあこんな感じですよ。もうちょっとスキルちゃんと覚えさせとこう。じゃあもうちょっとゴールデンゴーテムを作っちゃいましょう。溶岩魔人と氷河魔人でこいつらで氷極極炎、なんか2つあんだ。両方とも多分鍛えたんだな。王道何がいいんだ。最終的に多分ゴールデンスライムにするから、ちょっとガーディアンは持っておきたいな。守備アップもありだな。どうしよう。まあいっか、ちょっと攻撃用に極炎と氷極両方だと400必要か。あれ極炎と氷極ってこれ2つ合わせて何かなったっけ。なんか息だよな。氷極にしとこう。とりあえず氷極覚えとこう。なんか極炎無駄になった気がするけど、まあいいや。であと、いや守備アップ、ちょっと待って、最終的に考えなきゃいけないから。ゴールスラでガーディアンはつけときたい。でガーディアンは防御系でしょ。で守備アップだから攻撃系がもう一個欲しいのか。いや守備アップも欲しいけど、マジックパワーアップも欲しいかな。ちょっと守備アップよりはマジックパワーアップだな。ってことはとりあえず王道つけとくか。よし、これで一旦鍛えときましょう。でゴールデンゴーレム完成で、メダル50枚でメタルキング取って、で、メタルキングちょっと強化して、ゴールデンゴーレムとくっつけて、ゴールデンスライムにすると。まあ、今、鍛えてるハグレメタルくっつければいいでしょう。今、メダルは全部で45枚。あと5枚か。とりあえず輝く印もらって、あと5枚でメタルキング。で、X さんも今どうなってんだ。なんか B ランクまで突破して経験値アップ欲しいんだけどな。 D か、まあ、ちょっと進めるだけ進もう。
では B クラス、まあ、はぐれメタルがねイオグランデ覚えて、で爆発ブレイク持ってっからかなり強い。マジックパーションもめちゃくちゃ激しいけどね。あ、マヌーサ、さすがに B は結構だな。光の域、闇の域対抗してきた。まあドラゴンコープス L サイズだからね、まあちょっと強いのはしょうがない。マジでイオグランデのさ、マジックパーの消費量が半端ないんだけど、200から80になるから120使ってるってこと。まあそりゃ2発打てないよな。2発は打ちたいよね。おぞましい雄たけび。よし、ファングもまあまあまあ単体攻撃に関しては全然火力出るから申し分ないな。そして最終戦、団子スライムがいるな。向こうのが基本的に速い。ゲッベホマス命大事に、はもうマジで命大事にしすぎてるからな。だからどっちかっていうとどうなんだろうな、スライムベホマズンの方が先に行動してほしい。ゲピオラ8くらいか。まあまあまあ、その8だったらね全然大したことないからな。やっぱ2回行動強いよな、こういう場面だと。というわけで修練の印をゲット、まあ、これ装備してレベル上げていきましょう。というわけでお次はカンミロ上級。これで小さなメダルが50枚になったはずなんで、50枚メタルキングゲットです。でメタルキングは1回誰かとくっつけよう。もう適当でいいや本当に。ダークスライムか。こいつマジックパワー鍛えてんだよな、そういえば。ダークスライムとくっつけちゃおう。で、もう一回メタルキング作って、ダークスライムのマジックパワー2を、割とギリだったな。あ、でもまだ43余ってるか。これで3にしての、王道2?ヒットポイントアップか。悩ましいけど、異常回復でもつけとくか。適当に。でこのメタルキングをまた鍛えていきます。ちょっと良いところにはぐれメタルがいらっしゃったので買っていきましょう。一体か、まあ別にや。よし、逃げられなかったな。イオグランデでブレイク持ってるから一瞬で 1.3倍、10万くらいか。どこまで上がる。30レベルまで上がったな。ヒットポイントはプラス38、防御力プラス270、素早さ262、上がり方がすごい。でスキルは105。ちょっとねもう一匹運よくはぐれメタルを枯れたので、ちょっとメタルキングとはぐれメタルをくっつけて、メタルキングを作ります。で引き継がせるのはマジックパワーアップ4でしょ。96か。あ、96って言っても全部合計値されるからね、200くらいは増えるか。でどうするよ。王道を入れとく。一応ストームは入れておこう。王道いらないか。ギガスラッシュ、ジゴスパークとかだったらストームのイオグランデでブレスマスター、これにしよう。これで配合します。贅沢な組み合わせだ。でメタルキングで、このめんどくさいプリンの部屋も OK です。でここのボスも2連戦なんで、ちょっとマジックパワーとかは節約していきたい気がするけど、ファングにバイキルと、あでメタルキング
マジックパワーアップで底上げしてます。まあ、ちょっとまだ全部ではないけど、だいぶマジックパワー高くなったな。ちょっとこのままお願いするか。バイキルメン。イオグランデ。結構いっぱい打てんな。で、ここになんか、なんだろう、マジックパワー節約の腕輪が起こってたんで、それも装備させてます。結構盤石な気はするけど。あ、こいつだ。こいつの火力がちょっと弱いのか。さてさて、どうしようか、あと。ルカニオンとかいけるかな。大体効かなそうだけどね。下がった。サンドブレス。命中率減少。おお、いいね。空裂弾。おお、ミス。なんか2人くらい食らったけどね。382。火力としては申し分ないな。ちょっと1回賢者の聖水を使うか。さすがにエルフはもったいないけどね。で、回復させとこう。90。想定まだの期間。おすげえ。サンドブレスのマヌー酒いいね。ハマればだけど。で、19500。とりあえず全員レベルアップしたから、全員全回復したわ。賢者の聖水使う必要なかった。で、このままギガデーモン戦。で、このままギガデーモン戦。まあ、またバイキルトはかけておこう。ファングに。これを。サンドブレス。命中率下げることに快感を覚えたか、あいつ。下がってないけどね。守備。ギガマホトラ。おわ。あいつは別にマジックパーなくていいか。結構食らうな。回復役が2人いるからな、今のとこ。よし。きゃあ、根荷物タイプか。そういや、あったな、そんな。ヨナズン、これで根荷物タイプ。舐め回し。ゲー効いてるんだけど、ちょっと待て。結構ピンチかもしんないな。まあいいや、そのまま行こう。痛いです。そっか、これ攻撃が多分全体化なってんだな、ギガデーモン。まあ、L とは書いてないけど、まあボスとかそういうモンスターなんだろう。聞け、サンドブレス。効かない。集中して奪われるとかなりきついからな。やっぱでもベホマズンマジいいわ。マジックパーがねえ。魔人斬り大好き。魔人斬り封印してないわ。お、命中率減少したと思ったら倒した。まあ、2戦連続だからね、結構いい経験値はしている。メタルキング30か。でももうちょっと上げたいよな。お次は鉄鋼砦の魔界上級で、ちょっとスタンバイモンスターにですね、メタルライダーを入れました。まあ攻撃力要因かな。賢さの方が高いし、見たらこれは親的な問題なのかな。ちょっととっ捕まえる要因がやっぱり欲しくて、であとブチスライムベースとかは適当に作れるのを作った感じになります。じゃあ行きましょう。で、ここはゲート前にモンスターが何体かいるんで戦っていきます。じゃ、バトルレックスってか。いきなりぶん殴ってきやがった。それなりには食らうな。で、光の息90、灼熱。いやー、なかなかまずいじゃん。で、ベホマズン火力は高いな、向こう。やっぱりファングにバイキルトをかけるべきか。ってか、普通に道具やるか。これを。で、光の息、なんか特殊効果つかないな。ドラゴン斬りで240か。334。
倍切るって別に倍じゃないからね、 1.8 倍だからちょっと抑えられてるよね、ま、いつの時代から 1.8 倍になったのか分かんないけど、で倍使用の全体は 1.4 倍。イオナズンちょっと弱えな、ブレイクがあるわけじゃないから下の人たち人っていうかスライムたちみんな11レベルになった。でゲートが開いたと。でソルジャブル、ここさなんかいまいち道覚えてないんだよね。一応あスカラ唱えてきた、めんどくさい。仕方できるやつはいるらしいんだけど、まあ、2体目としてソルジャブル火力を上げていきましょう。サンドブレス、よし命中率減少で250か。攻撃力下げるやつ使うのもありかもな。ほとんどバイキルミンしか使ってないからね。あとルカニオンか、まあ使ってルカニオンだ。このダウニン使ってみる。耐性は普通、これを一応耐性がどうなのかは聞かねえ。使う時に見れるからね。剣の前だスライムベホマゼン火力寄りに変えてもいいかもな。じゃあ誰っていうのはあるけど、会心ラストスタンドファイターズハイ意味ないし。レベルだけは高いよね、52レベルになってるし。エルフの飲み薬、でここ開いて、さあそしてシールドオーガで4体いたはずだから、ちょうどバイキルミンもあと2つなんで、1回中に入ったらバイキルミン買いに行くから、巣から唱えてくるな。うん、だいぶ落ちてる。まあ、シールドオーガ自体が守備力高そうだしね。お、いいね、命中率減少だいぶ減少するな。しかもなんか1回攻撃しかしてない、1から3回なのかな、シールドオーガの L サイズは。やっぱりブレイクがあった分輝く息効くのかよ。なんかはぐれメタルの方がいいような気がすんな、メタキンより。ブレイク強いからな、このゲーム。グランドクロス。ダメージしょぼいけど、かっこよくは決まった。ちょっとマジックパワー不足になってきたかな。じゃあ最後の門番、メカ版。見えねえし。メタルドラゴンだった。メカバーンはメタルドラゴンの上位版か。でバイキルミン使いましょう、スライムファング。これをでまずはサンドブレス、安定の命中率は下がらない、結構通るな。メタルだけあってギガ系が通るのか。あれなんかメタルドラゴン何してきた今。200も食らうかい。 やっぱベホマズン強いな。ギャンブルボディ、あギャンブルボディで弾かれたってことね今。やるじゃないか。だからドラゴンなのかさ物質なのか謎だよね。魔法カンタ唱えてきた。しかしうちにはアタッカーがいる、スライムファンク。D ランクモンスターだけどね。ただもうこいつは外せない、攻撃力の高さゆえ。さあこれで門は全部開いたので、あと進んで突入するだけですね。すまんがここを通せ、私はヘルバトラーを倒しに来たのだ。というわけでヘルバトラー城、まあ上級は基本的に全部ギミックがめんどくさいからね。
さあ、そしてヘルバトラー、バイキルミンは買い足してきてあるんで、ちょっとスライムファングに使って、お供のシャドウサタンがどんな感じだったっけ。とりあえず全体攻撃で、まあ、300結構取るな。ゼロ無駄。何300300でも死なないか。まあパワータイプだな。げめんどくせえ。こっちは絡めてだ。寝たヨナッツン、特になんか変なスキルを持ってるわけではないんでよかった。あとはヘルバトラー、ヨナッツン、まあ、100ちょいか。そうだね、ジェネラルじゃなくてゴッドライダーか。寝てもベホマズンがいるから安定力はあるよな。回復2体はアタッカーが完全にスライムファングだけっていうのがちょっときつい。ゲーマジックパーがもうない。さすがにメタキンはきついけど、まあヘルバトラー全然強くないな。経験値はそこそこうまい。メタルキングそろそろ合成させるか。というわけで、メタルキングとゴールデンゴーレムでゴールデンスライムを作りましょう。あれスキルどうなってんだこれ。マジックパワーアップ4は引き継がせたいでしょ。でストームブレスマスターか。あれちょっと待って、ゴールデンゴーレムが氷獄マスターしてるから、これとブレスマスターのマスターが必要だな。36160、あと40くらい必要じゃん。え、どうするこれ。メタルキングもうちょい鍛えるか。ちょっとブレスマスターをマスターさせるまでちょっと保留。ちょっとメタルキングレベル上げて、であと種何個か投入してブレスマスター覚えさせました。よし、じゃあこれでグランドブレス SP はだからせっかくだから欲しくて、でマジックパワーアップ4が欲しくて、あともう一つやっぱ守護神かガーディアンかどっちかだよな。身代わりは絶対あった方がいいから、まあ、どっちも身代わりはあるんだよな。光の波動とか持ってんのか。瞑想癒しの雨、大防御は特にって感じだけど、守備力40持ってんのか。こっちも結構ありだな。使うとすれば、まあ、身代わり守備力40が魅力的で、こっちはまあ光の波動逆風持ってんのか。でも何かで使うかもしんないからな、プレス使ってくるやつ。まあ、身代わりもあるし、ちょっとじゃあ守護神でいくか。悩んだ結果これでいきます。でゴールデンスライムで、あとちょっとベホマズンを変えちゃおう。キングジョーカーかタールキングか団子か風雷なんだけど、まあタールはタールでね、火のコツ闇コツがあって結構いいんだけど、やっぱりブレイクの方がいいよね。風雷スライムが40で電撃ブレイク大覚えるんで、ちょっとこいつを作ろう。で投入するのはベホマズンで、ベホマズンと誰だ。ドラゴン系かコドラとかいるけど、ガメゴンロードと捕まえてきたから、ちょっとスライムベホマズンとガメゴンロードにしよう。ただガメゴンロードって野生だからちょっとスキルポイント少ないんだよな。もったいない気がすんな。うちのコドラちゃんどうなってる。1個しかね。ちょっと待ってね。だったらガメゴンロード1回誰かと配合しよう。それで作り出そう風雷スライム。もう街がいっぱいだな。あ、よく見たらこのスカイドラゴンの S サイズの方が3つ持ちだ。息吹スラフォース素早さアップ、こいつを投入しよう。じゃあスライムベホマズンとスカイドラゴン、これで風雷スライムで引き継ぐのは、まず超回復 SP は欲しいでしょう。爆発の極意はもういらないか。風雷棒で、まあ、ジゴスパークギガスラッシュありっていう感じか。え、あと一つ結局じゃあどうする。爆発の極意、いや闇ガードだな。
これにしよう。なんかスカイドラゴンめっちゃちっちゃかったな。こうやって見るとでかいけど、フューライスライム。そして最悪の魔球構想。パーティーメンバーはこんな感じ。スライムファングをね一回配合しました。でちょっと待って、で守備力アップはまあ適当につけてるのと、表演の剣技とまあなんかの剣技合わせてちょっと剣豪 SP をね、作っていきたいと思います。まああと相変わらず攻撃力アップ4ということで、であとそうだね、メタルライダーもスキルを強化して攻撃力アップ4つけて、あと剣闘士持ってるやつとくっつけて、サタンメールだったかな、あとジャスティスですね。まあこの3つで完成でいいかなっていう感じです。まああと適当に育成枠で2人で、フーライスライムゴルスラーはもうレベル49で、まあ、メタルキングをね運よく狩れたんで、まあ、だいぶはかどりましたね。まあそんなわけでここのエスタークなんちゃらも倒していきましょう。エスタークイスナ、まあやることは一緒だけどね。とりあえずバイキルミンをファングにかけて、ファングの火力どうだろう、レベル自体は落っこってるかな。でガン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 の命大事に。 OK、 これでいこう。煉獄火炎200か、自己スパークがどれだけ当たるか。300か、なんか攻撃しだしたな。いけ400か、まあ、399、闇の息いけそうだな。まあちょっと全体攻撃の強力なものが来ない限りは。でギガスラッシュ300でベホマズンで一気に体勢直して、灼熱さん500、強い。破壊の瞳、ああゴルスラも食らうか。まあまあまあ、でも回復薬が落ちなければ全然どうとでもなる。ベホマズン、まあ、マジックパワーも足りると思うし、2回行動してもね。闇の波動、これなんだっけ、あ、いろいろか。ゴルスラさすがに耐性あるな。プレス反射、マヒャド斬り、もはやこう何を使ってんのか、あ下がってんのか。これバイキルミンかけ直しでいけるか、どうなってんだ下がりと上がりが両方あんな。ゴルスラ息だからな、確かに反射されるときついよな。でこのベホマズンで一気に回復364。どうなんだ、バイキルト効いてんのか、効いてる感じはするよね。やはり2種類あった方が封じられた時に対応できるよな。あゴルスラ食らってしまったか、闇の波動、まあしょうがない。え316、ちょっとなんか攻撃力的なものがよくわからん。とりあえず下がったもんはあげる。サミラリギリ、ああーなんだなんだ、倒したか、いいっすな。38レベルねもうみんな50レベル超えてるからな。で残すは竜神殿と、まあ、あとは覇王城の上級なんですけれども、この2つはちょっと時間がかかりそうなので、まあ次回に回していきたいと思います。まあスライム編ということでやってますけれども、まあ裏方ではねスライム以外のモンスターも配合したりはしてるので、まあ全然強いスライムを作れるので、まあ、サクサクは進んでいってますけれども、まあとりあえずスライム編はこのルールでこのまま進んでいこうと思います。まあ次はどうしようかな、ちょっと本当に配合以外でも使わないっていう風にしていこうかどうかちょっと悩みますけれども、そうすると作れないねモンスターとか出るんですけど、まあいいや、とりあえずは、このまま進んでいきます。というところで今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。